はい、吉祥寺の花屋、花心の三枝です。本日ご紹介するのは、スズラン、イエーイ。はい、スズランを紹介していきます。このスズラン、こうやってちょっと揺らすとこの揺れてすごい可愛いですね。で、このスズランなんですけれども、香りがすごいんですよ。あ、ほんといい匂い。なんとかとなんとかのスズランの香りみたいな、まあそういう感じで本当にいい香りがします。で、バラ、ジャスミン、今すごい歩いてるとすごいいい香りしてくるんですけれども、それに並ぶいい香りだと言われています。で、5月1日がなぜスズランの日かと言われていますと、19世紀頃にどこだっけ、河合さん、フランスですね。フランス発祥の、イベントになります。で、このスズランは花言葉、幸福をもたらすという意味がありまして、日頃、愛する人だとか大切な人、そしてお世話になっている方に、送ってこれをいただいた方に幸せが訪れると言われています。なのでね、まだ、愛する人や大切な人に送ってない方はぜひ花心まで来てください。今日河合さん何時までやってる？今日8時くらいまで。8時くらい、多分これアップしてるくらいの時間だと思いますけど、この動画を見て、あ、スズラン買い忘れたという方がいたら、ぜひお問い合わせください。あと、なんか言い忘れて、あー、そうだ、これ鉢としてもスズランおすすめです。で、鉢として1個置いとくだけで多年草になりますので、もう本当植えてるだけでどんどん種を落としてどんどん増えていきます。で、あんまり太陽も必要のないので、逆にね、半日陰くらいの方が、よく咲いてくれますので、環境も良かったら本当に増えてるってお客さんからも聞いてますので、ぜひチャレンジしてみてください。そして幸せをいっぱい、呼んでいきましょう。本日の動画は以上になります。いや、それ三枝さん、はい、スズラン誰かに送るんすか？河合さん、いる？あ、俺幸せ欲しいっす。はい、このスズラン、買ったよという方はグッドボタン、そして買ってないよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画は以上になります。